明治大学体育会アメリカンフットボール部グリフィンズは明治大学体育会に所属するアメリカンフットボールチームである。関東学生アメリカンフットボール連盟1部リーグトップ8所属。チームカラーはゴールド、ネイビー、イエロー。1934年創部、立教大学、早稲田大学と共に日本アメリカンフットボール会のルーツ校である。 チーム名のグリフィンとはギリシャ神話に登場するワシの頭と獅子の胴体に翼を持つアポロの生ものと考えられた伝説上の怪獣。1933年12月25日、明治大学のフラタニティである NK とハワイ選抜チームの間でアメリカンフットボールの試合が行われた。この NK が後のグリフィンズの中核となり、その導き役を果たしたのが 松本滝蔵明大教授である。立教大学や、聖路科国際病院の創設母体であった、日本聖公会に所属していたポール・ラッシュ博士の発案で発足した明治、早稲田立教、東京商科、慶応の5大学の英語会、大学連盟共同代表を、明治在学中に務めていた松本が、1934年に、 フットボールのリーグ戦設立のためラッシュに協力を求め、明治大学と立教大学に体育会アメリカンフットボール部をそれぞれ誕生させた。さらに、明治、立教、早稲田による東京学生アメリカンフットボール連盟を設立し、初代理事長をラッシュが務め、松本は初期長を務めた。松本は、その後、1938年に、 ハーバード大学大学院経営科を卒業し、明大教授を務めた後、衆議院議員となり、内閣官房副長官などを務めた。グリフィンズは、戦前9期で5度優勝するなど、甲子園ボール設立以前の国内王者であり、1935年には、日本の大学を代表して、初の単独国際試合を南カリフォルニア大学と言った。総武当初は、米最新戦術が、 チーム作りの根幹をなし、その後マルチブル攻撃を続々と登場させ、スピードと技術に支えられたスタイルが、現在も受け継がれている。明大アメリカンフットボール部の前身ともされる、フラタニティ、NK 対関西学院大学1年ごとに、関東、関西で交互に開催。横浜ボール、平成ボール、パールボール、シトロンボール、東京ボール、山梨日比、P57。 川口人と日本アメリカンフットボール史フットボールと、その時代マイナス45、関西学院大学体育会、アメリカンフットボール部 http コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュスポーツスラッシュターンオーバースラッシュコラムスラッシュシシドスラッシュ 144778.html だと日大に燃えた、カレーナサウスポー名字 QB、渡辺博之。 ありがとうございます。